岩手が全国に誇る短角牛を学びたい。プロの写真家から転職し畜産業を学ぶ一人の男性をご紹介します。グッドラックストーリー。久慈市山形町にある柿木畜産に勤める唐沢ムムさんは、昨年春から短角牛の生産に携わっています。唐沢さんは東京や大阪でプロの写真家として活躍していましたが、家業の畜産業を継ぐため2年前に帰郷しました。実家が誰も継がないんだったらもう廃業するっていう話を相談されまして、人生を半分で切って35から後半の人生に向けて舵を切ったっていう感じですね。どうしてこう短角牛に興味を持たれたんですか？筋トレを通してですね。赤身の牛肉があるっていうので結構気にはなっていて、食べてみたいな、どこにあるんだろうなって調べたら地元だったんですよ。短角牛は岩手県が発祥の和牛。夏山冬里という自然に近い環境で育てられており、脂肪分が少なく良質な赤身肉が特徴です。短角牛に興味持ってくれるっていうのはすごい嬉しかったですし、彼はいずれ自分で経営するのが目標なので、すごく一生懸命で助かってますね。唐沢さんが短角牛に魅力を感じるもう一つの理由は、東北で唯一行われている闘牛です。昨年10月には平庭闘牛大会で勢子としてデビューしました。牛同士が戦うっていうのをここに来て練習して初めて知って、でやってみたら頭がぶつかり合う音とかがして迫力あって楽しかったですね。入社してもうすぐ1年、この5月には家業を継ぐため柿木畜産を卒業します。ここを卒業して自身が経営者になっても、まあ、闘牛にももちろん参加していただきたいですし、短角牛も時折見に来ていただきたいなと思ってます。まあ、黒とかを織り交ぜながらその短角牛も関わっていきたいですし、しっかり地域に貢献できるような人間になりたいですね。岩手の畜産を担う若者の夢は大きく広がります。岩手の誇り、短角牛。グッドラック。自分や仲間を信じ挑戦を続け、力を伸ばしていけるように頑張ります。この番組はコーレクの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。